はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、緊急で、撮っております。速報ですね。昨日入ってきた速報で、動画を撮ってます。今日は何かというと、ホールズアーシアンの機材選び、いや、ホールズアーシアンのギター選びですね。ホールズアーシアン的なプレイスタイルを持った人が、どういうギターを買えばいいかっていうシリーズでやっております。ギター選びですね。今日は、このアラン・ホールズワースモデル、これではありません。今日はですね、こちらファットボーイです。アラン・ホールズワースモデルのファットボーイ、あのヘッドレスじゃない方のやつですね。うん、これですよ皆さん。キーセルギターやってくれましたね、本当に。キーセルさんはいつもね、やってくれるんですけれども、大好きなブランドなんですけれども、ただね、僕はあのカービン時代から使ってて、カービンが好きだったんですね。キーセルギターになった時に、結構いろいろと変わった時に、その途中でこのファットボーイが売れなくなったんでしょうね。ヘッドレス、僕も含めてみんなヘッドレス買うから、このファットボーイがね、消えたんですよ。なくなったんですね。それで僕とか、まあ僕の近しい人たちはですね、このファットボーイがもう買えなくなるっていうのはすごく寂しいっていうことをいろんな場面でコメントしてきました。キーセルさんのフェイスブックでもちらっとコメントしてみたり、ね、僕はもうあのヘッドレスが好きで、ヘッドレス一択のギタリストなんですけれど、それでもやっぱりね、アランの遺産としてこのファットボーイがもう手に入らなくなるっていうのはすごい悲しいことだなって思ってたんですね。そういう要望をですね、キーセルさんは叶えてくれる会社なんですよ。素晴らしいですよね。もうちょっと感動してしまいました、これね。もう二度と新品がないんじゃないかと。そんなにね、本数も出回ってなかったと思うんでね、この、ファットボーイは。なので、欲しかった人たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。今回はね、リミテッドエディションということで、限定版ということになってます。だからね、今回のこの売れ行き具合でよってはね、もう限定、はい、終わりますみたいなこともありえるし、多くの人が買うっていう需要があった場合、もしかしたら復刻するかもしれないんですけれども、これが気になってた方は必見になりますね、これ本当に。はい、じゃあ、アラン・ホールズワースモデル、今までのね、ヘッドレスとこのファットボーイ、何が違うねんっていう話ですよね。で、この動画はいつも僕は最後に、この機材は買いじゃない、買いです。どっちかを最後に言います。そして僕は買います。買いませんっていうのをいつも言ってますけど、今日はどうなんでしょうね。まあ、ホールズワースモデルですからね。これはもう、ね、そんなこと言う必要もないんじゃないかなっていう感じなんですけれども、どうでしょうね。これ、2199ドルになってますね。この辺をどう見るかですよ、皆さん。ほんで、本来のね、アラン・ホールズワースモデル、これですね。これは1699ドルなんで、この辺をどう見るかですよね。こっち2199ドル。こちら、ヘッドレス1699ドルということでね。値段には差がついております。うん。ちょっとね、読んでみましょうかね。ザ・アラン・ホールズワース・ファット・ボーイ。いや、日本語でしょ、ここは。はい、日本語にしますね。うん。これね、アランが、昔のインタビューで、このファット・ボーイを発売してた時のインタビューで、言ってたコメントが書いております。うん。ビデオでも見れますけどね。わざとこういう、なんか、古臭い映像にしてますけど、もっと綺麗な映像は残ってます。こんな風な構造になってるんですけど、これをアランのインタビューはですね、ボディのチェンバリングを向上できるバーチ材のトップとバックの標準装備が含まれています。バーチ材がね、
標準装備らしいですね。まあ確かにファットボーイいつもすごい木材かっこいいんですよね。この設計要素により楽器のサスティンとダイナミクスが向上します。ギターのブレーシングは2つのアイビームで構成されており、ブリッジの後ろの小さなセクションを除いてトップとバックのどの部分もギターの内側に触れません。この構造方法によりトップとバックの木材がより自由に共鳴します。これどういうことを言ってるかというと、これですね、この2本の部分強度のために2本残ってるんですけど、これがね浮いてるんですよね、うん、だから裏も思ってもアコースティックギターみたいになってるんですよ、うん、そういうことを言ってますね。トップとバックの どのギター部分もギターの内側に触れませんということで、空中に浮いてる感じになってるんですよね、うん、なのですごくアコースティックな響きがあると思います。より中空のギターを使用すると実際にはアタックがいくらか遅くなります。最初のアタックが遅くなるのではなく他の全てが遅くなるため、よりダイナミックになります。音を柔らかく歪んだ音でも演奏でき、ダイナミックな品質が得られますっていうのがアランのインタビューですね。うん、これがねちょっとね後でねこの現行のヘッドレスモデルとの違いを見ていきたいんですけれど、ここで分かるようにねよりアコースティックなんですよね。こっちの説明も見てみましょうか。じゃあちょっとこっちはねオリジナルモデルのリメイクを希望し、うん、ファットボーイのことですかね、うん、音色の違い、演奏性と音色の違いを求めてヘッドレス構造をリクエストしました。ヘッドレスギターに慣れてしまうとなかなか元に戻れませんと語っています。まさにそうです。まさに僕がそうなんでね、はい、戻れなくなってますね、うん、このギターホールズアス特製のサウンドと演奏スタイルに合うようコンパクトなボディとヘビーチェンバーを採用しています。その結果平均重量が約 5.75 ポンドの軽量ギターが完成し、ステージ、スタジオ、ソファーの上で簡単にアクセスして演奏できるようになりました。ネックピックアップはコードやクリーンなラインに合うようにくぼんだ位置に配置され、くぼんだ位置なんだろう。ブリッジピックアップは歪みをつけて演奏する際にフィードバックが発生しないように無垢材の上に配置されています。ホールズアスは2013年ホールズアスはよりダイナミックでよりキビキビとより素早いと述べています。ここポイントなんですよ、後で述べますけどね、よりダイナミックでよりキビキビとより素早いということなんですね。それはねファットボーイと違いをがあるということなんですよね、うん、これもねアラン使ってましたね、この渋い色も、うん、こんなやつは使ってなかったかな、色はこの手のやつ使ってましたけどね。後ろがこうセットネックですかね、なってますね。かっこいいですよね。ビジュアル的には僕ヘッドレスの方が好きなんですけどね。このファットボーイはねやっぱりファットボーイにしかないところがありまして、じゃあこのファットボーイと本来の現行のシグネチャーシリーズと値段以外、ヘッドありヘッドなし以外の違いを見ていきましょうかね。仕様をこうやって見ていきますね。ボディですけど現行はアルダー、今回のはアルダーにプレーンメイプルトップ、バーチバックウッドがもう標準装備ですね。こっちの方がなんか木材にお金かかってる感じしますね。でブリッジはちょっとねこれはアームなしなんですよね、ファットボーイは、うん、どっちかというとギブソンっぽい感じのやつですね。より安定したやつですね、うん、でセットネックですね、これは一緒ですね。でマスターボリューム、トーンコントロール、スリーウェイピックアップ、それは一緒。指板も20インチ一緒、黒端も一緒ですね。フレットもそれはアラン・ホルズワースなんで一緒です。ハードウェアが黒とクロム、あんまりこれも変更できそうですからね。ヘッドストックっていうのは24に分かれたペグですね、うん、これですね。ここが2と4に分かれてます。この辺りもねちょっと
こだわってるんじゃないかなとちょっと思うんですよね。やっぱりギター演奏しててもね、5弦6弦のサウンドとね、1から4弦のサウンドってなんか違うような気がしてるんですよね。うん、なんかこのね、2、4に分かれてるあたり、アランのこだわりをなんとなく感じるんですよね。適当ではない、ビジュアルではないような気がするんですよね。インレイも一緒かな、一緒ですね。はい、ネックプロファイル、より厚いネックプロファイル、これが僕ちょっとファットボーイのネックなんていう問題点なんですよね。アランってめちゃくちゃ太いネックが好きなんですよ。だから僕アランモデル初めて買った時、アラン仕様で来たんで、もう弾ける、僕のこの手で弾けるわけないだろうっていうような、もうすぐかまぼこみたいな、すごいっていうか、削り忘れたんじゃないかなっていうぐらい太いので来たんで、これはねちょっときついきついですね。うん、これなんとか後でできるのかな。ネック幅ももちろん一緒、ピックアップも一緒ですね。アランピックアップですね。スケールの長さも 25.5 同じ、重さが 6.75 ポンド、現行のやつヘッドレスが6ポンドなんで、まあまあヘッドありなしで、いやボディも大きいんでね、このあたり、チェンバード中の中空が大きいんじゃないかなと思います。これ重要なんで、厚さですよ。2.18 インチあります。現行のやつが 1.75 インチで、1.75 インチって多分ソリッドギターの普通サイズじゃないかなと思うんですけど、このファットボーイは 2.13 インチで結構分厚くなってます。厚みがね。この辺がね、アコースティック感がすごいんだと思うんですよね。まあ幅も、やっぱりそれに合わせてちょっと 12.5 インチになってます。こっちは11インチなんでね。うん。だからほとんど一緒なんですけど、厚みがあってボディのサイズ大きいのに重さはそんな重くな、ちょっとしか重くなってないあたり、中の中空がでかい。そう、やっぱさっきから言ってるようにアコースティック感がすごいんですよね。ということでですね、これじゃあなんでこれでアランが満足してたんだったら、なんでヘッドレス作るときその辺変えてきたの、なんでってことになるんですけど、これね、多分ファットボーイめっちゃいい音するんですよ。ただね、こんだけアコースティック感を出して歪ませてってなると、ライブのサウンドでハウリングするのは間違いないと僕思ってるんですよ。ハウリング率がすごく高くなるのは間違いない。そうなった時にこっちの現行のやつはアコースティック感をね、だいぶ薄めてソリッド寄りにしてね、ハウリングしないレベルに持ってきたのが現行のヘッドレスモデルだと思ってるんですね。うん、よっぽどじゃない限り、そんなに僕もライブで使っててもそんなハウリングしないです。はい、マルモスさんと一緒にライブした時、右と左に分かれてねやった時はね、互いによく似た音なんで、周波数帯がね。なのですごい面白いことが起きまして、モニターでちょっと相手のギターの音を返してもらってるわけなんですけど、互いに。そしたらね、互いに共鳴し合ってギターとギターがハウリングを起こすんですよ。はい、僕一人の時はハウったことないんですけれども、マルモスさんがデラップ使ってたっていうのもあるんですけど、デラップってより、アコースティック感があるやつなんで、このファットボーイに近いんですよね。うん、ファットボーイみたいに厚みもあってアコースティック感が大きいギターなんで、よりハウりやすいんですけど、マルモスさんがハウると僕のギターもハウり出すっていうねなんかステージの右と左でヒーヒーヒーって言ってて、すごい面白い経験でしたね、これは。うん、なのでですね、この
まあ普通にね、一人の場合は、そんな特殊な状況じゃない場合はですね、このヘッドレスバージョンのアラン・ホールズアースギターはね、別に羽織らないようになってんですよ。それがね、羽織らないようにとか書かないんですけれど、それをどういうふうに書いてるというと、ステージ、スタジオの上で、ソファーの上で簡単にアクセスして演奏できるようになりました。ソファーの上っていうのは小さくなったっていう意味なんですけど、このステージ、スタジオでっていうのはね、でかい音を出しても羽織らなくなったっていう意味なんじゃないかなと思うんですよね。なので、チェンバードはね、そんなにね、ものすごいチェンバード感があるわけじゃないです。ストランドバーグのチェンバードの方が思いっきりチェンバードの軽い感じして、このヘッドレスの、このね、ヘッドレスのホールズアスモデルはですね、結構重いです。はい。あんまりその中空感ないです。結構身を残してるっていうかね。で、ここで書いてる、よりダイナミックで、よりキビキビと、より素早いっていうのは、そういうことです。ファットボーイよりも、ソリッドギターよりの音だっていうことです。よりキビキビと素早いっていうのは、ホロー感が少ないですっていう意味なんですよ。だからライブとか、その大音量出してるときは、このヘッドレスのシグネチャーモデルいいんですけれども、そうじゃなくて、レコーディングでね、大音量出さなくて本当にいい音出したいときはどうかというと、僕はね、このファットボーイの方がいい音するんじゃないかなと思ってるんですよ。このファットボーイ作ったときは純粋にいい音色、いいサウンドを出そうとアランがしてた時期だと思うので、できれば僕はこれレコーディングでファットボーイを使い、ライブでヘッドレスを使うみたいなんがね、いいんじゃないかなと思ってます。レコーディングだったらね、そんな大音量出す必要ないんで、ハウリングしない程度で弾けると思うんですね。でこっちをもう一度読むと、アタックが遅くなります。最初のアタックが遅くなるのではなく、他の全てが遅くなるため、よりダイナミックになります。音を柔らかく、歪んだ音でも演奏でき、ダイナミックな品質が得られます。まさにこれですよ。はい、アランのサウンドの肝みたいなところですね。だからね、このシグネチャーヘッドレスモデルで、その後ライブとかやってますけど、結構音硬くないですか？硬いですよね。でもこのファットボーイ使ってる時はやっぱり柔らかい音してたし、ちょっとどのアルバムでこのファットボーイでレコーディングされてるかっていうところまではちょっと僕もパッとわからないんですけれども、かなりアラン好みの音はこちらに部があるんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね、前置きがだいぶ長くなりましたけれども、ビルドしていきたいなと思います。これですね、ビルド機能。もう何回もやってるんでね、そんなにいじらなくてもいいかなとも思います。ビルドを、あれ、なんか値段上がった？これいつも思うんやけど、値段、ビルドしようと思ってビルドページに行った瞬間に値段上がるんよね。この理由なんかもし分かる人あったら教えてください。ほら、これでしょ、2199ドルでしょ。でビルドしようと思ったら2249ドルになるじゃないですか。これいつも謎なんですけど、知ってる方おられたら教えてください。で木材はね、一応ボディウッド、トップウッド選べます。ここはアコースティックにこだわってるからね、あんまりいじらん方がいいかも。やっぱりアランがこだわってね、木材選定したわけやから、ちょっといじらない方がいいかな。まあフィニッシュとかね、そういうのは好きなように皆さんの好みでやればいいかなと思うんですけれど、ネックプロファイル、これより厚いネックプロファイル、これ辛いな、これは問題やね。これは辛いよ。手でかい人はいいと思います。ネックのエボニーはちょっと黒いやつにしたいかな。ちょっとね、エボニーはちょっと100ドル
うん、エボニーはちょっと黒い方がやっぱかっこいいもんね、漆黒の方が。で、ピックアップ構成変えれるんかな。あ、ハンバッカー2個は変えれないかな。うん、ピックアップモデルはもうホールズアスモデルでいいんじゃないでしょうか。とブリッジは変えれません。アームはつけれませんよ。オートおー、ハードウェアね、クロムか黒、あ、全然クロムでいいわ。ノブ、あ、このノブホールズアス仕様にしとこうかな。ちょっと、あ、よりホールズアスっぽくなったね。ナットナットもそのままでいい。ちょっと細い弦にしとこうかな。キャビティカバーもう全然そのままでいいけど、はい、とりあえず完成しました。うん、あんまりね、他のモデルはビルドするとすっげえ値段が上がったりするんですけど、アランモデルに関してはね、あんまり値段上がらんかな。そこがありがたいね。チェンバードなってたっけ、ちゃんと。追加のボディオプション、あ、なってるね。チェンバードなってるね。うん、これでチェンバードじゃなかったら何の意味もない。ただのソリッド、でかいソリッド重いギターになっちゃうから、ここはチェンバードを選んどきましょう。チェンバードが嫌だったら、このモデルにせずに他のギターを買った方がいいんじゃないかなと思いますからね。うん、安いんじゃないですか。うん、まあ今ちょっとね、1ドル156円ぐらいになってるのかな。もう150円超えてるんで、これでもだいぶきついですけどね。割とね、元が値段高い代わりに、このままでほとんどいけてしまうので、いいですよね。これ、こっちの場合はね、これもちょっとビルド、元が安いじゃないですか。でもね、そこそこになったと思うんですよね。これをいろいろといじっていくと、チェンバードにするのにお金が必要やし、アームつけるのにお金が必要みたいな仕様になってるんで、あれ、これもまたほら値段上がるよね。これなんなん、1749ドルになってるよ。1699ドルなのにビルドしようと、そう、上がってるんよね。これ謎やね。これもちょっと軽くやで、主要なとこだけ、ほら、チェンバードのボディにするだけで150ドルいるし、ボディの表面材を別のものをこう追加しないとチェンバードにならないんですよ。だからまあメイプルでもプレーンでもいいか、プレーンで安めにしたとしても、300ドル追加なんですよ。こうなるんですよね。ネックプロファイルを薄いのにしますって言ったらまた60ドル必要。こういう感じでね、ちょこ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 取られるんですよ。で、さっきと同じように指板材をちょっと同じにしときましょうか。エボニーの黒いやつね。これがまた100ドルいるんで、これはまあさっきも一緒なんですけど、ブリッジをアームつけるじゃないですか。うん、アームつけるのにまた100ドルいるじゃないですか。まあこれでいいんですけど、フロントない方がホールズアース感出るんで、こうするとね、ピックアップ削除するのにまた100ドルいるんですよ。そしたらこのナチュラルな感じで2409ドルになりました。2409ドル。で、こっちのやつは2349ドル。なので、最初値段高いなと思うんですけど、ほぼほぼ一緒になります。で、2400ドルぐらい。一応、今の為替で374,600円。374,664円。うん、まだ40万弱なんですけど、これはね、もう今の円安の為替の響きもあるんで、はい、こんな感じでね、一見高いけど値段同じぐらいです皆さん。うん、びっくりした。最初はこれすっげえ値段に、ビルドしていったらすっげえ値段になるんじゃないかと思ってましたけど、同じぐらいでした。
よかった、これはよかった、いいことやね。やっぱりこれね、ハードケースあった方がいいんじゃないか。ハードケースは15,000円なんですけど、ハードケースつけた方がいいんじゃないかなと思います。はい、まあハードケースつけても同じぐらい値段ですね。あのさっきの2,449ドル、ね、2,499で、こっちは何ぼだったかというと、2,409ドル、ね、大体一緒でしょ。こんな感じになるわけですよ皆さん。はい、いやー本当にキーセルさんはもうね、カスタマーのね意見をね汲み取ってくれる本当にいい会社だなと思いますね。あのね、その、ま、最初にも言いましたけど、カービンからキーセルになった時にね、ピックアップが購入できなくなったんですよ一旦ね。ほんで僕はピックアップはね、やっぱりホールドラスピックアップも欲しい人僕以外にもいっぱいおるし、ピックアップ単体で購入できる以前の状態に戻してほしいっていう、なんとか購入させてほしいっていうことを、やり取りさせてもらったら、その次の日に、次の日ですよ、もうこのホームページ、このピックアップ変えるようにこのページ作ってくれたんですよ。ほら、こんなんつい、こんなんなかったんですけど、相談したら僕だけに販売じゃあしますよだけじゃなくて作ってくれたんですよ、このその辺の対応がね本当にね、キーセルさん大好きです僕、ほんまに。もうそういう要望を聞いてくれるのはね本当にいいですね。ということで、ファットボーイ、キーセルの限定品のねファットボーイですが、このギターを僕は買いま、せんけど買いです。皆さんこれ買いですよ。僕が今買いませんって言ったのは、資金の問題です。欲しいです、買います。あ、資金があったら買います。さっきも言ったように、レコーディングで使いたいです。これでレコーディングしてライブはヘッドレス、はい、それが一番ベストな使い方じゃないかなと思いますんでね。まあこの動画始まった時点でね、買いか買いじゃないかっていうのはもうアラン・ホールズワースのモデルですよ。タイトル、ホールズワーシアンのギター選びでアラン・ホールズワースのギター買いじゃないですってなるわけないじゃないですか皆さんね。はい、なのでこれはもう買いです。素晴らしい、こんなギター他にないですよ。このチェンバードのアコースティックエレキギターですよ。まあ言ったらこれはこんな、これ多分ねクリントーンでジャズいけますよ。めっちゃいい音すると思いますね。うん、しかもある程度はぶらないんで、アランドライブ、アランぐらい歪まして大音量でステージ立つとちょっとはぶるかもしれないけど、普通のねジャズギタリストが使うようなちょっとクランチしたオーバードライブぐらいじゃ全然大丈夫だと思いますし、これはねフュージョンギタリストだけじゃなくてジャズギタリストにもいいギターだと思いますね。本当にこの復刻、今僕は買えませんけれども円安やし、でも限定版なんでね、この 円安じゃなくなるのを待ってたらね買えないかもしれませんのでね、本当にこれは素晴らしいギター、よくキーセルさんよくやってくれたと拍手したいと思います。ありがとうございます。いや、ということで、ホールズワースさんのギター選び、アラン・ホールズワースファットボーイでした。皆さんの参考になれば幸いです。それではまた。